じゃあお目目治ったお目目治った <laughs> 治ったけどまだ目薬つけたりしてる、してますカラコンはまだ怖くてつけてません当分はソフトコンタクトで頑張ろうかと思いますよろしくお願いします <laughs> あ、ちんたうさんこんばんはありがとうございますこんばんはありがとうございます寒いですねあ、ゆめさん初見です いつもありがとうございます <laughs> こんん。こんばんはこんばんはんこんばんは皆さんこんばんはクマさんだからメガネメガガネ今メガネはしんどい <laughs> メガネはしんどい今日ソフトレンズソフトコンタクトんソフトソフトあのノーマルだと全然痛くないのでつけてます <laughs>。 あ、ほうきつさんこんばんはこんばんばお父さん寒いって言う割には薄着なんじゃいやそれ私も着替えおったを後思いました <laughs> 着替えた後に思いました今日は絶対服装間違えたなとあれ、はい、ですねはい思いましたええさいさん,なん何飲んでますか ウォッカですかあ、ウォッカじゃない <laughs> 今日はあれですあのリップトンじゃなくてゴゴティーのストレートティー飲んでますお酒じゃありませんく <laughs> まさん牛乳のそこ見てみたいちょっと見せられるものじゃないんですよね <laughs> とてもじゃないけどちょっと本当に目があのしじみみたいになっちゃう <laughs> ちんたんさんこの前眼帯気になったけど目何があったあ目こっちの目角膜炎になっちゃって光が痛すぎて光が痛すぎたのであれです眼帯をつけてました眼帯をつけて言ってましたなんか終わっその次の日あの「負けん組フェス」終わった次の日ぐらいにお いけるかなって思ってなんとかなりました良 <laughs> かったです本当に思った以上に長引いてしまったから本当にあれですね。びっくりしました <laughs> くまさんセクシー先な今日セクシー先なかな <laughs> そんなことないと思う普通普通普通でございます普通かな普通だと思われます とさん牛乳の底加層があるじゃん <laughs> 来年の <laughs> 無理無理無理 <laughs> しんどいよ絶対しんどいえいえさんしじみでも可愛いよ <laughs> ありがとうございます嬉しい嬉しいありがとうございます <laughs> あゆえさんこんばんはこんばんは さん、みずきは自分の目しじみってじゃない。みずきちゃんの目はしじみではない。<laughs> 大きかった。お会いしたら大きかった顔ちっちゃいのに、目大きかった。<laughs> もうみずきちゃんの目がしじみだったら、もうみんなしじみだ。<laughs> みなさん、お目目良くなったんだね。よかった。ありがとうございます。治りました。やりました。だけど、あれです。カラコンはまだつけられてないので。 いつつけようかなって思ってます当 <laughs> 分は無理かなあとどうもこんばんさきちこんばんはこんばんはありがとうございますありがとうございますちんたおさんカラコンってソフトじゃじゃないのソフトなんだけどなんかカラコンじゃないと漏れない <laughs> 悲しい全部 カラコンなん,なんかソフトレンズなんだけどなんだろうやっぱカラコンの方が目乾くからかなすぐ角膜炎になっちゃうんですよね「可決膜炎」かものもらくまさんじゃあ右じ指ってことで <laughs> そういうことにしときましょう <laughs> そういうことにしときましょう <laughs> なんか一気に寒くなったよね。そう思わない。お。父さん、さきちゃんのお目目、黒目が大きくてかわっちゃう、あ、本当。本当に?。文字で。<laughs> ちょっとアピールするっていう <laughs>。嬉しい、ありがとうございます。じゃ、もうそ、もう、もうちょっとだけ。あれ、あのソフトレンズ頑張れそう。あ、ソフトレンズ、普通の。あのカラコンじゃない。レンズってつ。 頑張れそう <laughs> A さんまあしばらくは大事を取らないとね本当にそうします A さんもう羽毛布団にくるまってるああわかる私もベッド羽毛布団にもう変えて今家族会議みたいなのでこたつをつけるかつけないかで じゃ議論してます <laughs> 寒すぎてもう耐えられないです田さん暖房つけてないの暖房ねとりあえずまだ我慢してる <laughs> けど1階はつけてるから1階でちょっとぬくぬくして上に上がってきたって感じですあたじんや いやいやいや <laughs> こんばんは。とも c で、販売店調べて買いに行ったけど、完売ばっかりで手に入れるに5店舗かかった <laughs> そうなんだありがとうございます。買いに行っていただいてありがとうございます。嬉しい。えー、完売。完売してるんだ。嬉しい。ありがとうございます。やったー。嬉しい。 熊さんそんなことで家族会議そう家族会議してますどっちにするか本当に困ってます <laughs> 困ってます A さんこたつ出すかどうか家族会議するんだするしてますごはん3人今弟はがあの寮に住んでていないんですけどママとパパと。 私ご飯かぶった時にこたつ出すか出さないかでずっと討論してます。たち集団でおたをいじる <laughs>。<laughs> まだネギ持ってるの？昨日のこと <laughs>。けど私そんなそんなからかってないんですよ <laughs>。私は私はあれですよ。からかってないですよ <laughs>。 イエさん撮影家はいつ頃になるんだろうねいつ頃になるんだろうまた詳細が出たらすぐ発表しますねしばしお待ちしていただければと思いますあっ鎌野さんおひさんこんばんはーありがとうございますまさん弟家で <laughs> 弟家でじゃないです弟家でじゃないですなんか あれなんです大学の寮みたいなのに入ってて部活やってるので家出じゃないですとてもあれですいい子です <laughs> 反抗期とかない子です <laughs> めちゃくちゃいい子ちょっとなんかあれですねお家住んでた時はめちゃくちゃ喧嘩してたんですけどいなくなったらめちゃくちゃ寂しくなっちゃって <laughs> たまに連絡取ったりしてます さん「ブランニューワールド」3期バージョン撮った時苦労した点は苦労した点はですねあの自分が歌う初戦みたいなところは結構うまくいったんですけどあのハモリが結構難しくてまばたきする瞬間にみたいなハモリを一生やってました記憶があります。ああ高いと思って そこだけめちゃくちゃ難しかった記憶がありますあとなんか下ハモみたいなのもあって下ハモもめちゃくちゃ難しかったです <laughs> です A さんいける時期なら CD 積みたいお嬉しいぜひぜひぜひお願いします <laughs> ありがとうございますあ CT さんちら こんばんはありがとうございますたじ <laughs> 突然の斧のぶっこみだんだんテンパっと <laughs>、ね。そうだねそうだねなんか突然突然なんかたまにぶっこんでくるよねみみなちゃん <laughs> テンパっちゃうよね私もたまになんかもう突然すぎてとなるときあ,ある <laughs> めちゃめちゃなんかすごい お、そのタイミングでっていうタイミングでたまに <laughs> ぶっこんでくるからみなちゃん面白い面白いところ面白いところなんだけどほんちちゃんこんばんはこんばんはありがとうございますくまさん一周やってたの多分私 収録で一番時間かかったのそこですハモリです <laughs> なんかいつも結構他の曲取ったりとかしてるときはハモリ結構良かった気がするんですけどブランニューは上ハモかなが結構は時間かかるってなってました <laughs> <laughs> ゆえさん昨日何があったんだろう <laughs> 気になってる <laughs> そう タジオみんなでからかってしまったっていう <laughs> 集団でタジオからかってました <laughs> ともミリスパさんしたからこっち遠征なんだよなああそうなんだね救い遠征もそのうちお願いします遠征したいな結局今年なやっぱコロナだから なかかったら来年はあれだな来年は遠征したいな <laughs> もしかしたら12月あったら嬉しいけどどうなんだろう来年かなそっか遠征かいいなぁ遠征したい鎌原さん12月2日は都内でパパする予定だったけど時短になったから神奈川 パパすることにしたパパパパなのおめでとうございます <laughs> 合ってるのかなおめでとうございますパパかそっか都内でパパ神奈川でパ神奈川でパパすることになったのね さん今週末は大阪にお世話になりますおっそっかミリスパさんだからかもう気をつけて出らっしゃいましそっか大阪かいいな行ってないな結局来年は行きたいなチン <laughs> ちんたおさん田島の扱いはできたらいいか <laughs> タオさんにも言われてるよタ, <laughs> タンジタジピュアなオタクなのピエ <laughs> 泣かないで <laughs> しょうがないこればっかりはしょうがないね本当に <laughs> しょうがないねチンタオさんこれから遠征準備50おきそっか大変だそっか さんもお気をつけて行ってきてください楽しんでくださいそっかそっかえけどな私もなんかあれですよね旅行前の準備前もってしなきゃいけないって頭では分かってるんですけど結局私もめっちゃギリギリになっちゃうんですよね <laughs> 睡眠時間削って準備前日にやっちゃうタイプわかるな 気をつけてください本当に遠征行かれる方 <laughs> あ、ゆうえさんいつか私の町にも遠征してほしいですぜひぜひ遠征したいな遠征来年かな <laughs> 来年この男行って <laughs> 鴨さんタジオは結局ペアーズやったのかな <laughs> タジやったのタジ来年の目標は彼女作ってお宅卒業することでハ <laughs> るちゃん泣いちゃうよはるちゃん泣いちゃうから卒業はしないでください彼女がいてもお宅になっててくださいお願いしますともこいつも「昼夜寒暖差激しいのでお気をつけ」おあ寒いんだ 寒暖差寒暖差激しいんだそうなんだ567増加も激しいのであそうなんだあコロナか <laughs> ごめんごめん普通に読んでたそうだよねだってもう強手終わっちゃったもんねトラベル悲しいん放置てか今度 109109に入るといやマルキューじゃないんじゃないかなマルキューなのかなリリーベだよね11月29日だよねえっマルキューなのかな私もまだあれなんですよね地図読めないので検索かけてないんですよね場所のマルキューの屋上なのかなそういうこと マルキュー私も全然入るけどお店見ないなぁマルキューあ中野ちゃんさぎなちゃんこんばんは久しぶりに IC ビルありがとうございますこんばんはありがとうありがとうございます A さん先週の東京と今週の大阪はこの秋一番のお楽しみ生誕と魔犬組行けてよかった ありがとうございます本当に来ていただいて秋一番ねお楽しみ嬉しいありがとうございます本当に楽しんできてくださいかっこよかったなあんなまで見たけどパフォーマンスさんほうちさん多分想像してる109じゃない方ですよやっぱそうだよね多分マ0 9じゃない方だと思う たぶんたぶんだから安心して来てください <laughs> 安心して来てください <laughs> あ鼻水がでしょう大臣めちゃくちゃ笑うゃ<笑>ごめん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 一日一回だから一 <laughs> 日うん一日一回だから許して <laughs> 鎌田さんさ咲なちゃんのパパになろうかなあパパになってくれます本当にありがとうございます <laughs> ありがとうございます待ってます <laughs> 鎌田さん go to 終わってないよえ go to 終わってないの本当にマジなんか終わり宣言みたいなしんしてなかったっけマジしてないの まだマグネットの方。マグネット。マグネットの方ってなんだ。マグネット。マグネットの方ってなんだろう。飛ばすね。<laughs> 飛ばすね。マグネットの方。あ。あれか。場所ね。場所ね。オッケー、理解、理解、理解したよ。二十九日のことね。理解したよ。 109じゃないあお九9じゃないのかおおさんには入れないところけどそうだよね入りにくいよねなんか私もなんかあももっと若い若い世代の子が入ってる場所っていうイメージがある「井上さん109人生で1回しか入ったことないピえン」私も高校生の時とかめちゃくちゃ行ってたな。 あとなんか専門学生の時にアリアナグランデー私めっちゃ好きなのでなんかアリアナとコラボしてる時があって行きました行った行ったぐらいかな行ったぐらいかなうんかなかなかなうん A さんスクランブルのスクランブルのところかなマグネットあ 理解しましたありがとうございますありがとうございますたち本人が知らないうちに一ペー回ルールできてんのくさ <laughs> 勝手に勝手に勝手にさせていただいております <laughs> すいません <laughs> 太蔵さん田さん、じらラキャラすかあお <laughs> ってるあおってるあおられてるよ姉 <laughs> さん大阪と札幌が中断 g o t あ本ほんとにマジでマジかそうなんだけどんか東京東京もやばそうですよねマジでほんとにマジで <laughs> 東京もやばそう GT さん未成年しか入れない場所とかわらあっマルキューってことかなマルキューなんか年齢層が低いなんかもうちょっと若い世代の子たちが好きななんか商品があるってイメージがあるななんか原宿原宿な原宿みたいな感じのイメージかするなって思うな今日なんか 私イニスフリーの化粧品とか結構最近ハマっててマルキューにあるので行ったりとかはしてんなくまさん今のうちにサンタさん募集しとかないとあっそういうことか <laughs> ちょっとい一生考えてしまったなるほどアドバイスありがとうございます <laughs> サンタさんサンタさんサンタさんね <laughs> もうクリスマスか早っそう考えるとマジで一年経つの早いなあ、ノルピーさんこんばんはこんばんは、ありがとうございます カラさん握手が復活したらライブ行きたいなね握手はそう私はしてないな結局コロナが始まってしまったから握手とかはしてないなぜひコ,コロナが治ったらコロナが終わったらぜひそうだねおまクくんも嫌だし いやもう飽きちゃった <laughs> あのいぴーさんこの前はチェキありがとうございましたこちらこそありがとうございました嬉しかったですありがとうございますまた遊びに来てください <laughs> よろしくお願いしますライブのたびに黄色い子と緑の子にめちゃくちゃ笑われてますピエピエ <laughs> けどからかってはないよ笑ってるだけ あ、そう、あかりちゃんにも、笑われてます。あれ。あ、じゃ、なんか。笑ってしまう <laughs>。笑ってしまう。まあ、はい、だね。慣れてください <laughs>。慣れてください。ナウピーさん、目治ったのね。あ、おかげさまで、目治りました。 バッチリですくま <laughs> さん緑の子はいい子です <laughs> 緑の子は本当にいい子です間違いない違いないか村 <laughs> さんたじおさんよしよし慰めてもらってる <laughs> とも黄色の子も素敵な子ですありがとうございますフォローありがとうございます タジ結局俺が悪者みたいになってるけん <laughs> しょうがないしょうがない <laughs> しょうがないね <laughs> いやタジ面白いからさ <laughs> いいこといいこと中村 <laughs> ちゃんサンタさん蓮子おバレてます <laughs> サンタさん 私のサンタさんなんか中学校で終わっちゃったな弟、えっと、が小学校6年生で私が中学校2年生の時かなにサンタさん来なくなりました <laughs> お父さんあと1か月でクリスマスですごい正月早い本当に早い2021年が始まってしまうなんか嬉しいような悲しいような 感じがしますほんとにゆいさん緑の子は大体何があっても笑ってるから本当に優しいから何でも笑ってくれる <laughs> なんかたまに本当に自分がめちゃくちゃ面白い人間なんなんだろうなって過信しちゃうぐらいめちゃくちゃ笑ってくれる <laughs> そんなことないのにあ <laughs> かりちゃん 熊さんマスク飽きたとはなんかマスクなんか寒なんか朝外最近出るんですよこう運動するためにねだけどなんか前髪をねそんなセットはしてないんですけどなんか水蒸気みたいなのでどんどん前髪が濡れていくのが最近悩みですね本当にマスク嫌いです飽きました肌は荒れるし悲しい タジ笑っっててるだけってやばすぎんかし <laughs> ろ <laughs> いってことだよ <laughs>。どうも笑顔の交換いいやん。<laughs> さすがフォローが上手。ありがとうございます <laughs>。中野ちゃん緑の子不思議な踊りをしてます。緑の子不思議あかりちゃん。いやなんかかっこいいんだよね。 動きっていうかこうなんていうの止め方とかめちゃくちゃ真似したい真似できんまろ <laughs> さんまるまるちゃんに物販はみ。三密だと聞いたんだけどアイドルも命がけだねそうだねそうだね早くコロナが終わってほしいな なんかちょっと落ち着いたのかなって思ったらまた何かやっぱりコロナやっぱ冬冬ん春ぐらいに行ってたけどなんか冬にまた来るみたいなこと言ってたけど本当に来るじゃんと思って悲しい本当に悲しいくモさん絶対緑のこと締めって思ってないよね <laughs> <laughs> 思ってないもう若く若く感じるなんかもうおない 同い年って感じ <laughs> 本当に同い年って感じ年年年下にも見えるし同い年って感じなんか年上には見えないな赤井ちゃんほうちさん青い子はバブーそうだねはるちゃんはねバブーだねバブーだねはるちゃんがちゃんと約束 守ってましたよマカロン <laughs> けど1個食べてたかな1個,個はごめんねって言って食べてたちゃんとうちさんに謝りながらマカロン食べてましたわし3つももらっちゃってなんかごめんねって思いました <laughs> はるちゃんバブバブバブでもはるちゃんバブバブしてるけどしっかりしてるところはしっかりしてるんだよね <laughs> モ村さんサンタ、俺がパパになって寿司をこれから我慢して <laughs> 本当ですか？お寿司奢ってく奢ってくれるんですか？我慢します <laughs>。ありがとうございます <laughs>。ともなう23時29分を早い。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 なんと早いですね。これ読んで終わりにしようかな。早い。 来年にはコロナが収束収束収束,収束してもっとライブに行けたらいいなねえぜひもういっぱいライブしたい <laughs> 悲しい本当にクマさんそれ嫌いだって飽きたじゃなくね <laughs> うんちょっと私もなんかマスクが飽きた理由を述べてたら嫌いじゃんって思いながら話してました <laughs> ぶちゃん、物販中ふと緑の子見ると踊ってえっそうなの踊ってんのえそれは知らなかったえっ今度見てみます <laughs> こっそり見てみますくまちゃん絶対対身したのと思ってるよね <laughs> バレてしまった可 <laughs> 愛いいからねあかりちゃん。 ちょっとせ私もちっちゃいから人のことはバカにできないけどこうよしよししたくなるんだよねわかるかな <laughs> かわいい宝地さんこの前あかりちゃんと話してなんとなく気づいたことがあるんだがこっちは顔見せたことないなあそうだねマスクマスクねしてるからってことだよねなんか素顔 素顔でお話をしたい皆さんと本当に鴨さん延長でって言ってくれてる <laughs> ありがとうございます嬉しいホウチさんマカロンは食べてもいいんだよね流れでダメって言ったけど真面目ね <laughs> 真面目に真面目に春ちゃんは1個しか食べてなかったです1個ならいいよねって言って食べてました <laughs> 可愛かった ちゃんと言いつけを守ってました <laughs> タジ僕も物販中たまに踊ってるけどそれ見てクスクス笑われてるんですがいや違うのよなんかすっごくなんか知ってくれてるなっていう照れ笑いみたいな感じ <laughs> 私は照れ笑いな感じで笑ってますなんかもうタジ タジと目が合うとめちゃくちゃ踊ってくれてるからありがとうと思いながらすごくすごくすごく <laughs> すごく嬉しいよクマさんさげなちゃんもかわいいよ棒お読み <laughs> それ思ってないじゃんちょっと <laughs> なかなちゃん さけなちゃんもいい笑顔ありがとうございますやったやったねカモラさんはるちゃん結構結構言いたいこと言うよね <laughs> はるちゃんはるちゃんはるちゃんね今日なんかなんだろう物事はっきり言えるのはいいなって思う <laughs> はるちゃんたまに大人っぽく見えるはるちゃん「と <laughs> も告知しよう11月28日は配信もありもちろん配信チケ購入済みありがとうございますやったじゃあ告知しますね <laughs> しますね」とか言って「11月28日の土曜日 This is our home in 新宿を」 島やります新宿でやります出演が11時30分からで得点会が11時45分になってます配信もあるので皆さんもし来れない人は時間あったらもし見少しでもいてもいいなって思ったら配信チケット買ってくれたら嬉しいですそしてそして11月29日またリリーベがあんリリーベがあります イェイ <laughs> 嬉しいこんなにすぐリリーベまたできると思ってなかったので嬉しい限りですあれですね販売 CD の販売開始が5時17時半からで出演時間が18時45分からで特典会が19時15分になってますちゃんと今日はメモしてきました <laughs> ナルピーさんロールキャベツのあいいなロールキャベツ最近食べてないいいないいないいなロールキャベツ食べたくなってきた <laughs> 明日食べようかなロールキャベツ美味しいよねいいなあったかそう羨ましい喉鳴なっちゃった明日食べますカマロさん俺ライブでは自動でした ぜひ見に来てくれるだけで嬉しいです <laughs> くマさんいつもメモしてないのにね <laughs> 今日はちゃんとメモしてきましたやりましたちゃんとメモしてきました忘れてしまうと思ってだじまあぼくキュウンズ好きだからね嬉しいありがとうございます このまま給与好きでいてく,ください。よろしくお願いします。<laughs> くまさんお疲れ様ありがとうございます。ありがとうございます。次は次こそはあれやりあれやりますね。顔書き配信やりますね。<laughs> やるやる作業なんか三週にわたってしてる気がするので次回こそやります。<laughs> 中野ちゃん二十九日渋谷にいるリリーベどうしよう。おぜひそのままリリーベに。 来てくださいよろしくお願いしますお願いします待ってます <laughs> なりぴーさん茨城まで来たら一口あげます <laughs> 本当にじゃあぜひ茨城に行った際は待ってアロールキャベツを待ってますありがとうございます <laughs> ともさきちできる子偉いやったよありがとうございますいつもメモしてきます <laughs> ありがとうございます 中野ちゃんお疲れ様でした。ありがとうございます。どうも、おつさきな、ありがとうございます。あ、お父さん、配信ありがとね。またね、バイバイ。ありがとうございます、皆さん。次は絶対カラオケ配信やるんで、皆さん、見に来てください。よろしくお願いします。159人の方々、ありがとうございます。おやすみなさい。バイバイ。あ、なかなちゃん、目休めて、おやすみなさい。ありがとうございます。目休,み休,休ませます。ありがとうございます。